JR 浜松駅近くの駐輪場のフェンスに軽乗用車が突っ込む事故がありました。車に乗っていた高齢の女性3人が病院に運ばれました。事故を起こした車はアクトシティの地下駐車場を出てそのまま道路の反対側にある駐輪場のフェンスに突っ込んだということです。今日午後2時過ぎ、浜松市中区の駐輪場でフェンスに軽乗用車が突っ込む事故がありました。この事故で車を運転していた70代の女性と同乗していた70代の女性2人の合わせて3人が病院に運ばれました。現場は線路の高架下にある駐輪場です。運転していた女性が誤ってアクセルを踏み込み駐輪場のフェンスに突っ込んだとみられています。